本日はノーカラージャケットの裏地を利用して肩の着せの入れ方についてご紹介したいと思います。見返しがあります。見返し以外のところには裏布をつけておきましょう。見返しには着せはかけません。裏地の方に着せをかけます。なぜ裏地に着せをかけるかというと、裏布は伸び縮みがあまりありませんので、着せという形で少しゆとり分を入れたいというふうに思います。出来上がり線です。出来上がり線に対して約5ミリの着せを入れる方法を今回ご紹介したいと思います。必ず入れなければならないかっていうとそうではないかもしれませんけれども、まあ、せっかくのお勉強ですのでね、一度挑戦してみませんか。それでは早速ご紹介いたします。それでは肩を縫い合わせていきたいと思います。まずはじめに前見返しと裏地とを縫い合わせる際は、前の方は印まで縫うようにしてください。そして後ろ見返しの方と裏地を縫う際は、印を超えて縫い代の端まで縫い上げてもらえたら結構かと思います。忘れちゃうのであれば両方とも印まででも大丈夫かと思います。前見返しと後ろ見返しを中表に合わせて印通りに待ち針を留めてください。そして裏地の方だけはしつけをしたいと思います。出来上がり線に沿ってしつけをしておいてください。見返しの方は、まあ、していただいても大丈夫ですし、しなくても大丈夫かなっていうふうに思います。この状態を仕上げてください。これができましたら見返しの方は印通りを縫います。なおかつ襟ぐりの方は布端まで縫いません。1針もしくは2針出たこの辺りの位置から返し縫いをして印まで縫ってください。で印まで縫えましたら、見返しの縫い代だけを広げて出来上がり線に対して5ミリ離れた位置を縫っていきたいというふうに思います。もう一度言いますね。見返しの方は出来上がり線上を縫います。襟ぐりの方は1針か2針出るところまでです。ここで返し縫いをして出来上がり線までを縫って終わってください。返し縫いしておいてください。それができましたら見返しの縫い代を割ります。割った状態で残りの裏地を縫いましょう。しつけよりも縫い代側5ミリ離れた位置を返し縫いで始めて布端まで縫ってください。これで肩に着せが入った形になります。表に返してもらうと、出来上がり線にはしつけがありますので、この位置で出来上がり線の位置でしっかりとアイロンをかけてもらったら、もうねミシン線で縫えていますので、ここに着せが入ってきます。出来上がり線でしっかりアイロンをかけられたら、しつけを外すと着せが見えるんじゃないかなっていうふうに思います。しつけを外すタイミングはできたら一番最後がおすすめです。またこのね袖ぐりをまだ縫い上げていませんので、縫う時にこう広がってしまうとサイズも変わってしまいますので、お袖を仕上げるまではしつけはつけておいてもらえるといいかなっていうふうに思います。ちょっと難しいですけれどね、頑張ってみましょう。